様ごきげんよう。私はギャルすぎお嬢様、三上咲ですわ。会長。さあ田中、これから武道会でてんやげパーリナイですわ。お嬢様合ってるかな。ギャルすぎる生徒会長がお嬢様になった結果、僕の名前は田中康介、生徒会で書務をやっています。今日は学校のみんなで社会科見学に来ています。やば、お屋敷じゃん。この人の名前は三上咲、ギャルな見た目の彼女ですが、こう見えてうちの学校の生徒会長です。こちらは明治時代に外国の外交官の方などを接待するために建てられた西洋館でございます。当時はここで舞踏会なども開かれていたんですよ。すげー、おとぎ話みて。今は何代も続く世界有数の財閥の一人娘がこのお屋敷を所有しています。ガチお嬢様っていたんだ。どこでも撮影自由ですので、インスタや TikTok などご自由にお楽しみください。やったー、田中撮って撮って。まったく、あんなにおはしゃぎになって恥ずかしくないのかしら。ん？あら、聞こえてしまったかしら。ごめん、遊ばせ。あえ、めっちゃギラギラの集団いるじゃん。私たちは私立お嬢様学園の生徒、お嬢様ですわ。私立お嬢様学園？私、生徒会長を務めております貴龍院エリザベス麗華と申します。以後お見知りおきを。へえ、うちも生徒会長やらせてもらってます、三上咲です。よろね、エリポン。ちょっとやめておくんなさいまし。え、けがらわしい。私たちはお嬢様なのですのよ。ギャルとは住む世界が違うのです。握手なんてもってのほか。ギャルなんて私たちお嬢様から最もかけ離れた存在ですわ。うるさくてマナーがなってなくて、おまけに下品。すごい偏見だな。ギャルが私と握手しようなんて100年早くってよ。会長、あんなこと言われていいのかよ。ねえ、受けるね。うちの会長だってすげえんだぞ。ギャルでめっかわなんだぞ。そうだそうだ、この世はお嬢様こそ正義なのですわ。何を、会長をバカにしやがって。いや、別にうちはどうでもいいんだけど。お嬢様こそ正義だって言うなら、うちの会長にだってお嬢様できるわ。そうだそうだ。ほう、いいでしょう。では今週末この洋館で開かれるナンバーワンお嬢様を決める祭典、お嬢様ワンで決着をつけるというのはどうでしょう。お嬢様ワン？お嬢様仕草を審査していただき、誰が最もお嬢様かを競う大会ですわ。お嬢様ワン、略して OS1。 急に蛍光補水液みたいになった。まあ、ギャルが勝てる大会ではないですけどね。いいだろう、うちの生徒会長もお嬢様ワンに出場してやる。そうだそうだ。できるよね会長、会長なら勝てるよね。頼む会長、あいつなんか任しちゃってくれ。しょうがないな、生徒の頼みは断れない。ギャルすぎ生徒会長、頑張っちゃうぜ。お嬢様修行というわけで、会長は大会に向けてお嬢様修行をすることになったのですが、どうして僕まで。というか会長遅刻してるし。今回お嬢様仕草を教えることになりました、お嬢様講師の平森ですわ。ごきげんよう。よろしくお願いします。違いますわ。お嬢様の挨拶はごきげんよう、これ一択ですのよ。朝でも昼でも夜でもごきげんよう。業界人みたいだ。ほら、ごきげんよう。ごきげんよう。いいですか、お嬢様の条件、それは気品を有すること。常に優雅にエレガントにいなければなりません。例えばお嬢様は走ってはいけません。常にゆっくりと優雅に歩かなければならない。そして正しい言葉を使い、
食事をする時もお上品に。マジメンゴ、超寝坊しちゃってこりゃヤバタニエンだわと思ってパン加えてめっちゃダッシュしてきたわ。こんなたわけ、全部破ってる。これは指導の甲斐がありそうね。お嬢様ワンに勝ちたければ私の指導に徹底的に従っていただきますわ。先生超パネーじゃん。正しい言葉、パネーですわ。こりゃ道のりは長そうだ。そして大会当日あのギャル会長来てないみたいね。あら、騎竜院エリザベス麗華お嬢様じゃないの。ごきげんよう。あなた、あのギャラすぎ生徒会長三上咲だっていうの？その通りですわ。ご無沙汰しておりましたわね。完璧なお嬢様言葉に立ち振る舞い、この間までは下品な言葉遣いだったのに。何のことかわかりませんわ。会長、完璧にお嬢様になってますね。当たり前ですわ、私が指導したんですもの。うん、とても美味しいですわ。テーブルマナーも完璧。どうしてギャルなのに。会長はもともとそういうマナーは完璧でしたもんね。ええ、基本的には行儀のいい子ですわ。まずいわ、このままじゃ。あら、麗華お嬢様、こぼしておいでよ。相手、相当焦ってますね。大丈夫、ギャルにワルツを踊ることなんて。私めと踊っていただけますか、咲お嬢様。ええ、喜んで。完璧なワルツ、ギャルはパラパラしか踊れないんじゃ。なんとかなりそうだね。ね、田中も一緒に練習してくれたおかげだよ。まずいわ、今のところ何もボロを出していない。このままだと今年は先お嬢様で決まりかな。やっぱりお嬢様の私がどうしてギャルなんかに負けなきゃいけないのよ。ムカつく、ムカつく。やば、お下品。会長、ついにやったわ。ドリンクの吹き出しに汚い言葉、そして大股バシリ。どれをとってもお嬢様とかけ離れてる。あれだけやれば減点間違いなし。やばばば、真のお嬢様は私ね。おりゃー、キャッ。会長大丈夫？いたたたた。お嬢様、私を助けてくださったのですか。メイドである私を。危なかったね。遠くから見てたら銅像めっちゃ揺れててさ、めっちゃ走っちゃったわ。怪我ない？はい、私は。でもお嬢様のお召し物が。こんなの問題ナッシング。怪我がなくてよかったよ。勝負ついたようね。はあ、ドリンクを吹き出しながら大股で走るなんて、あんなお下品な行動見たことないわ。大幅減点確定。はあ、うちが走んなきゃこの子銅像の下敷きだったんだよ。そんなもの使用人に任せておけばいいのです、お嬢様なら。怪我してたかもしんないじゃん。使用人のことなどどうでもいいですわ。ひどい。なるほどね。ああ、アホらしい。お嬢様っていうのがそういうことなら、うちはお嬢様になんかなりたくないわ。いふじゃない、もういいですわ。ともかくこれで私が優勝。ブラボーですわ、先お嬢様。え、あなたこそ真のお嬢様ですわね。何をいきなり言い出すの、メイド。申し遅れました、私本大会の審査委員長でこの館の持ち主でございます。何ですって。じゃあガチお嬢様ってこと。アゲアゲじゃん。この屋敷ってことはうちなんかよりも何倍もお金持ちの。私お嬢様にとって何より大切なのは人への気遣いだと思っておりますの。常に優雅に上品に行動するのは皆様方に不快な思いをさせないため。その点先お嬢様は完璧でしたわ。
で、別に普通のことしただけだし。逆に霊華お嬢様、常に人を小バカにし、うまくいかなければ八つ当たり。おまけに人が怪我をしそうでも何とも思わない。いや、これはその、先お嬢様、こういう方を何とお呼びするかご存知？え？お下品ですわ。悔しい。あらあら、お逃げになる姿もとってもお下品ですわね。ウケるですわ。元通り。せっかくお嬢様ワンで優勝したのにギャルに戻るんだね。マチっしょ、やっぱうちはこれが一番。お嬢様じゃなくてギャルでナンバーワン目指すし。会長ならなれそうだね。先お嬢様。え、その声はエリポン？お嬢様では負けたから、今度はギャルになって勝負ですわ。懲りない人だな。今日は見てくれてありがとね。他の SNS も絶対フォローしてね。田中、この後ダピろうぜ。いや会長、この後生徒会ありますよ。秒で戻るから早く行くよ。待ってください。